クロード・ロランは本名をクロード・ジュレと言い,い、フランスのバロック・フランス古典主義絵画の画家。ロレーの地方の出身なので、ロランと呼ばれ、生涯の大半をローマで送った。プッサンと同時代に活躍した。理想風景を追求する画風で知られ、代表作は、開シ芝の女王の上陸。日本では、国立西洋美術館、静岡県立美術館、 山梨県立美術館、東京富士美術館に収蔵されている。ドランは1604年、または5年に、ドレーヌ地方、シャマーニュの貧しい家に5人兄弟の一人として生まれた。12歳で孤児になり木彫り職人で、兄のジャンジュレとフライブルクに移住した。その後、彼は生計を立てるためローマ、さらにナポリへと移住した。1619年から1621年まで、 ナポリでゴフレード・ウアルスの下で修行する。1625年の4月ローマに戻り、アゴスティーノ・タッシに指示。タッシの下を離れた後、幾多の災難に見舞われながらも、記事ロレーヌ地方のほか、イタリア、フランス、ドイツを旅した。ロレーヌ公の宮廷画家、カール・ダーバントはロランを一年勘女子として雇っており、ナンシーではカルメル海教会の天井に建築物を描いている。 開校、村祭り1627年、ロランはローマに戻り、グイード・ベンティ・ボグリオのために描いた2つの風景画により、ウルバノス発生をパトロンにする。1637年頃からは、急速に風景画家、会計画家としての名声を高めていく。同じフランス人のニコラ・プッソンとも交友があり、カンパーニャ・ロマーナを共に旅している。 二人とも風景画家と呼ばれているが、プッサンの風景は人物の背景である一方、ドランの絵では人物は片隅に描かれるものの、絵の本当の主題は陸地、海、空である。他の画家に人物の描画をしばしば依頼しており、その中にはジャック・クルトワやフィリッポ・ラウリが含まれる。絵の購入者には自分は風景を売ったが人物はおまけだと言っていた。 同じ主題の繰り返しを避ける目的と自分の作品の良質な複製を提供するため、彼は各国に送られた自分のほぼ全ての作品を単純入りのドローイングで複製し、料面には購入者の名前を記載した。ドローイングをまとめて本を出し、この本をドランは真実の書と名付けた。この貴重な作品は同版画に複製出版され、後の風景画家の模範となる。 通風に苦しんだ彼は、1682年の11月21日、もしくは23日に亡くなり、トリニタール・モンテの頂に葬られた。彼の莫大な遺産は、老いと養子の娘に残された。開港、バの女王の上陸、アポロとメルクリウスのいる風景ローマでは17世紀、中頃まで風景が真剣に取り組むべきが題と、見なされることはなかった。北ヨーロッパでは、 ドイツのアダム・エルスハイマーやパウル・ブリルがいくつかの作品で風景を主題とした作品を描いている。他にもレオナルド・ダ・ヴィンチのドローイングやバルダッサーレ・レペルッツィの装飾的フレスコ画で風景が主題となっている。しかし主要なイタリアの画家が本格的な作品で風景を主題とするのはアンニー・バレ・カラッチと弟子のドメニキーノを待たなければならない。もっとも彼らにおいても ロランと同じように表向きは神話や宗教を主題としていた。主題として風景を扱うことは明らかに非古典的でありえないことだった。カラッチの才能は古典の作品を理想としたルネサンス美術とは相入れないものであったし、ドメニキーノの才能も宗教、または神話上の主題を高く評価する対抗宗教界各自のローマではサポートを得るのが難しかった。 背景には純粋な風景画は、生物画や風俗画と同じように、道徳的真剣さに欠けるとみなす、当時の美学上の視点がある。17世紀イタリア美術の進学、哲学上の中心地ローマは、そのような伝統からの離脱の準備はできていなかった。ローランは弟子に親切で勤勉であり、非常に鋭い観察眼を持っていたと伝えられている。しかし、生前、 彼のことを記録する者はいなかった。ヨアヒム・フォン・ザンドラルトがクロードの生涯に関しては権威である。フィリッポ・バルディヌッチはクロードと近しかった数人から情報を得て様々な出来事をまた別の印象で語っている。ジョン・コンスタブルはクロード・ロランのことを世界が今まで目にした最も完璧な風景画家だと述べ、 フロードの風景では、すべてが美しく弾くすべてが愛らしく弾くすべてが、心地よく安らかで心が温まると絶賛している。ロイヤルコレクション、ハットベケット、ディスコーセス、ピアニッシモも、5 2 53。ありがとうございます。